せーの、 BTU アニメラボ。さあ、ちょっとアレンジを加えていきましたけど、ね、ハート分けが違ったの、高かったです、ね、高かったね。さあ、今週もね、顔しちゃいの第5話を参りたいと思います。撮影場所、こちら大風写真家、写真家、そこの音も変わる。ハート分けあったわけもプルスルバイガイナックさんよりお送りいたします。さあ、今週もね、陽気なメンバーたちをお送りしております。陽気なメンバーって恥ずいんだよな、この紹介恥ずい。もうね、この動画を見ればカオスチャイルよくわかんないな、見る気しないなという方もね、わかるように説明していきたいと思います。解剖させちゃう、助かります。さすがですね、これが引きですからね。わかりやすい、わかりやすいでしょ、わかりやすい。早くも好評まだわかんないよ、まだ何も言ってないから分かんないよ、まあ、今週ざっくりまとめますと、ハクル君が能力者だと分かりました。で、能力者のことをギガロマニアックスと呼ぶんですね。わかりやすい。以上です。今週メインは2行、2行、まずいか2行で、それは分かりやすいけど、分かりやすい、あの、分かりにくいことを省くっていうことにより分かりやすいなるほどね、見なかったですよ、見なかったですよ、ありましたで、ひなえさんも能力で、まあ、相手が嘘を言ってるか本当のことかを分かる能力があります。で、それが分かったところで、なんか変な女に襲われます。火を出します。急な能力ものバトルになって、みんなあたふたします。え、これ謎解きバトルじゃなかったの、人から襲ってくるやつなのって、おしっこ漏らしたら敵が帰ります。こいつ来たねってことなんでしょうね、実際は。保護した子は帰りたいよって話なんねんな、こいつだって言って、じゃあ、まあ、養護施設に連れてこうとしたらいなくなってました、うん、どこにいるのって言ったら、まあ、元の場所に戻ってて、そこはもうなんか誰もいなくなってたという、うん、不思議な話でしたね。証拠はなくなってましたね。わかりやすい。ありがとうございます。大好評でございますね。すごい。さあ、皆さんも他ね、わかんないことが何でも聞いてください。全部嘘で答えますからね。嘘なんかい。嘘なんかい。あの、襲ってきたやつ誰誰あれ。あれはね、車田吉。嘘が雑で、嘘が雑すぎて謎解けた。車田吉。全然しっくりこない。大台版が道場で俺は自分の。若い子わかんないやつ。あの、色彩が急に変わったのは何？あれはね、妄想だね。あ、ちょっとちゃんと それっぽい、それっぽいな、リアルなやつこれ、急にそれっぽいな。あとまあ、多分スタッフが変わったんだろうね。なるほどね。一回海外経由するから、今のアニメって。あ、そっか。ジャマイカ行ったよ。ジャマイカ一回家族とかに任せる。ジャマイカ一回やった。ジャマイカと。はいはい、どうりで知ってました、担当者。人からで1曲だけ歌った曲は何を歌ったんですか。あ、気になる。キャンユーセレブレート。あー、意外。意外でしょ。第1曲でちょっと喉やられた。履歴を見ちゃったからさ、履歴見てそれあったらこれ入れちゃおうって。名曲だから高いなー、確かに。喉痛かったの。他どうでもいい質問あれば、なければちゃんとしたら、あの、メガネの子はなんであんなに世話をしたがってるの。まあ、癖じゃないですか。癖で定め、洗脳。あ、洗脳とか。洗脳、まあ、もしくはそういう妄想されてるんじゃないのかな。やっぱ自分の妄想を相手に伝えて、それを現実のものになる。そういう病気で育ってきたから、そういう使命を与えられてるんじゃないのかなっていう。ちゃんとしてる。急にちゃんと。嘘ですけど。どっちなんだよ。ちゃんとしてると思ったら嘘。小林さんの質問にはちゃんと答えないと、ガッチギレされたら嫌だ。お姉ちゃん的な子はどこまで知ってるんだろう、実際。あれ全部なのかな。まあ、あの子は、まあ、友達が、まあ、病院に通ってたということで、今後一緒に守っていくために、ちゃんとしてる、まあ、力を合わせて頑張っていきましょうって言ってますから。ちゃんとしてる。ただこの守っていくっていう発言がやたら出てくるような気がしました。主人公の周り、うん、なんかみんな主人公を守ろうとしてる人が多いから、うん、やっぱあの子が腫れ物なのか、あ、みんな知ってんのかな、あの子が能力者だというのを知った上で、あいつの能力やべえから、なんかさ、もうさ、どこがさ、はい、妄想でさ、うん、みたいな、なんか、そうだね、分かんないじゃん。今回は説明で、まあ、妄想も一人に妄想を与えるんだったら、うん、まあ、妄想だけど、それをみんなに妄想を伝えたら、まあ、それは現実になるじゃないと。なるほど。まあ、妄想、これは妄想、こいつの妄想だって分かっている人たちが守りたがってるのかな。なのかなって、やったら主人公を守る女の子たちが多い気がするから。そうです。あの赤髪もそうちゃそうだしな。そう、ね、で、その発言のせいでも、自身も妄想なのか、人の存在すらも妄想になって、ちゃったりするせいで、あー、なるほど、本当は存在しない、本当を覆しやすくなってるから、あの実験場も妄想になったのかなって、うん、パーンって消えたってことはそういうことだったかもしれないってことだ。そう、で、逆に本当にいたものを、あんなものいなかったって妄想したら、うん、消すのもできるのかな、できるのかなって、なるほどね、とんでもはるひ理論ですけど、なくなっちゃう、もともといないものを見せてた可能性もありますし、いるものをいないって言ったら、いないよな、
いないってなっちゃったのかな。なるほどね。人が妄想だとしたらな、それを任意で操れるとだいぶ強いですよね。だいぶ強いからこそ記憶が今ないのか、あなあ、何なんだろうなあ。なんかさ、そのさ、さっきも言ったけどさ、はいはいはい、その色変わったところのさ、ありましたね、あれをさ、その妄想のとこだとして、はい、なんかその おばちゃんが、うん、なんか操られてたのかなみたいな、なんかのとか考えたんだけど、だって車乗ってるとこも全部色変わってましたもんね。そうなんだよね、なんか養護施設じゃなくて結局病院に連れてっちゃったのかなみたいな、うん、そう、あの養護施設に連れてくのが怪しいな、そのまま、うん、そうなんだよね、拉致して別のとこ連れてくんじゃねと思ったら、うん、逃げ出したってことだもんね。なんかあそこだけ荒れすぎてなんか超気になるんだけど、うん、どっちなんだろうね、あれが逆に現実かもしれないし、あ逆に他が全部もそれ、そうね、ほんととんでも覆すやつになったらね、うん、あそこのみ、あそこがちゃんとしてた、うん、あのモワモワってしてるところだけが現実の、あなるほどね、まあ、もしくは西日が差してた、ただ眩しかった、ずっとあーなんかそれぐらい時間帯だったから西日のアニメの中の演出がアニメの中のはいえただ西日の演出って本当にジャマイカ行ってたのブルーレイだったら綺麗になってほしいんだ、ね、あれなんもなかったですねっていう可能性もありますね。ジャマイカの色彩感覚でやられちゃったの。そうですね、だってもうののれいちゃんも法廷2周半しか巻いてませんでしたからね、あんな腹さずに法廷2枚しか巻いてないのに、ね、あとやっぱりちゃんと肩赤かったね。そうだ、それはそうだ、ね、あれはちゃんと見せないといけない、エロいからな、おもねしんとおっぱいしんはね絶対いないとされちゃうから、で今回は力士シールの意味が前回分かったじゃないですか、うん、だからその力士シールを街中に貼る意味は何なんだろうなと、うんうん、で監視されてるかのよみたいな、結界だっつって話をしてましたけど、ね、で能力者はそれを見たら、うん、具合悪くなる、具合が悪くなるから閉じ込めたいのか、でもあの炎の人はガンガン平気だ、まあ去ってたんだけど、うん、様子はその様子は見せてなかった、見せてなかったから、うん、能力者を振り出すためみたいなことなのかな、なのかなっていうのもあり、まあ、理由がいろいろあるなって、なんかでも能力者を殺していくのが目的なんじゃないかっていう、なんか違うね、組織っていうかあれなのかな、なんか最初さどっち側みたいな話もしてたよね、1話ぐらいでさ、そうだな、違うか関係ないか、一応まあ新聞部とまあ力士シールなんか模倣犯、うん、まあ、なぜ模倣犯が出てるのかを探そうが最初のテーマで、うん、でだんだん事件に巻き込まれていって事件側からなんかさ、あの金髪の子がさ取り調べ受けてはい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 、どっち側みたいな話しなかった、言ってましたね、うん、で今回、まあ、金髪の子は来て信用できることで、まあ、とりあえずあなたたちのあれ怪しいよね側ですっていうのが裏切りそうだよね、裏切りそうだし、なんか多分説明があるんだろうな、味方では、味方とは言ってないよね、確かに、うん、敵じゃない的な感じだったよね、そうですね、言ってます、一応まあ先輩たちの味方、味方とは言ってない、先輩たちの味方っつってましたね、あ、そっか、先輩たちの味方がみんなにとっての味方かどうかわかんないけど、なんか先輩、あの場にいた二人の味方かもしれないけど、そう、それがどういうってなってか主人公周りのことなのか、ね、誰なんだろうな、あの炎の人と対峙してるのか、炎の人はやっぱ能力者を消したいのか何なのか、それとも恨みを持ってる犯行なのか、うん、か、しまってただのやべえやつ、やべえやつか、本当にもうモブサイコみたいな話なのかなと、ね、急にバトルされちゃったか、実験のね、抵抗者みたいな、が何人かいるのかな、うん、まあ、南沢さんが最初の成功例みたいなことはありますけど、そうですね、それから炎の人なのかどうかもね、なんか雰囲気はある気はするよね、うん、まあ、ピンクの髪の色同じだよってありますからね、だから単純に考えたらそうなのかなと思っちゃうけど、うんうん、それがミスリードっぽい気もするんだよね、あからさまだと、さすがにそんな分かりやすいことするねえ、しないでしょ、どうなの、だから今回話の肝としては妄想が相手に与えたらそれも妄想になったりするっていうのが、結果現実になれとなるっていうのがまあ話の軸になってきそうですね、まあ、まあそれでまあ鍵をいろいろ開けていろんなとこ入れるっていうのが分かりましたね、ミスリード姉ちゃん鍵開ける能力っては当たってるっちゃ当たってた、当たってるけど、あの女の子の能力じゃない、どっちなんだろうなって、あれどっちとも取れるんだよ、なんか OK さんはさ、今回すげえさ強引に誘導したじゃないですか、明日でいいっつってたけど今日行った方がいいよっつってね、
バイオキネシス姉ちゃんにやっぱりやるからなって、あの子もやっぱ裏回しをやってる、そうだよね、主人公ってことはやっぱ主人公を守る発言も回してたし、そういう未来が分かる能力的なことなの、2周目じゃか、妄想が効かない能力とかなのか、アンチ系の、もしくはなんか主人公の妄想の結果あの子が動かされてるみたいな、自分は普通の人でこっちをなんか能力者にするっていう、もう主人公が作ったかもしれない。なるほど、ね、主人公にとって都合のいい動きをする存在だもんね。そうね、鍵開けたのも結局だってね、タクル君の能力だよって言われちゃったじゃないですか、うん、そうですね、まあ、それがミスリールかどうか分かんないけど、それも分かんないですけど、その可能性もある、ね、でタクル君の能力がまだ何か分かんない、本当にそれのみの可能性がある。鍵を開ける能力、スーパー鍵開けるまで僕は本当もうかけない。たまに剣出せる。けどメインは鍵開け上手になる。鍵開け上手。思った通りのことを実現する能力ってふわっと言ってましたもんね。うん。ってなってきたらやっぱ無敵。なんでもあるじゃないよね、うん。自分のやりたいようにやっちゃうってことなのかな。そうですよね。で能力者にはやっぱ能力効くのかな。なんだろう、なんか守ってるっていうか自分の中気になるんだよな、うん、主人公。まあね、そうだね。能力が効かない能力、まあまああるんじゃありますよね、本当ね、何が現実なんだか分かんなくなってきたからね。だからみんながあるもう妄想現実だと思って、いやじゃあ、いや妄想だやべえよ、みんな信じてるよっていう一人だけのかなとかね、謎が含まれる。そうですね、まあ、とりあえず、まあ、今週でウキちゃん帰りたいって言って帰ったけど人いなくて大泣き、なんで次回はちゃんと帰ってきたらいいね、ウキちゃん無事職場復帰できたらいいなっていう。あれがどっちだかがね、分かったらいいね、はい、あんだけ帰りたいってことはまあどうなんだろうね、妄想、あれは妄想なのか、そう、あの本当に施設の人が移動しただけなのか、警察の人死ぬかと思ったもん、ね、あんなやばいところに逃げたら死にに行ってるもんね、フラグビンビンだと思ったら、だったら保護した話でした、はい、またね、質問などございましたらコメントでください。言うほど答えてたかな、ね、じゃあ言うほど答えてたかな、わかりやすい、完璧な答えてた、ありがとうございます、まあ、これだけ見ていただけばほんと顔してる、大丈夫ですから、最後みんなわかんないです、はい、それはまた来週、バイバイ。